7ラウンド、まさにこれからというところで相手が腰の痛みを訴えてということになりましたが、井上チャンピオン、改めて試合を振り返って、内容的にはこれからかなというところではありましたけど、あのーまあ、結果としてこうなってしまったことは仕方なないいかなと思います全体を通しての試合内容として、井上チャンピオン、今、どのように捉えてますかまあ今日はあのしっかりセコンドの指示通り。 あのしっかり丁寧に戦うというところをあのしっかりあの、まあ、イメージしてやったので、まあ、内容的にはあの全然悪くはなかったかなと思います前日から11キロ増やしてきたドヘニー選手ですがその対峙してみてパンチ力、パワーなどっていうのは感じましたでしょうかまあ多少感じましたけどあの、まあ、そんなびっくりするほどではなかったですね。 ご自身の中で手応えのあったパンチなどっていうのは、いかかがでしたかまあ中盤ぐらいからあのショートの右も当たり出して、あのーまあ、距離感もつかめてきたので、まあ、そのぐらいから手応えのあるパンチも当たり始めたかなと思いますね入り方などを見ると、いつもよりも慎重なイメージを、印象を受けたんですが、そのあたり、どうでしょう、まああの。今回はそういうあのテーマというか。 あの入りをしようと思ったので、まあ、慎重に入りましたどのあたりからギアをかけていこうという作戦だったなどはありますかまあ中盤ですね、6ラウンド、7ラウンドぐらいからあの、プレスも強めていって、しっかり12ラウンドを通して組み立てをしようかなっていうのはあの考えてましたねあのまま、もし続いていたら、しとめきることが。 ご自身の中ではできたというその辺りの手応えはいかがでしたでしょうか。がででししたょうそこはたらればなってしまいますけど、まあ、でも、そこは自分もあの、まあ、後半にかけてしっかりあの見せ場を作ろうかなと思ってましたから、まあまあ、そこは、まあ、こういう経験になってしまったからわからないですけど。はい、試合の後にはモブ・アマラムさんとラスベガスというキーワードも出ましたが今後についてというのは今、どのように考えていますか まあ終わったばっかりなんであの、まだ何とも言えないですけど、まあ、次は12月という話もあるので、まあ、そこはまだ会長とあのしっかりそこは話し合って決めていきたいなと思ってますちょっとな首を振る仕草というか、首がなんか、座ってないようなしぐさがなんか見受けられてて、こう、調子というか、もう一つ、なんか、良くなかったかな見えたんですが、そのあたり、 どううなんでしょう、まあ、調子はすごく良かったです首の仕草に関してはちょっと <laughs> 覚えてないですけどすはい分かりましたまはい。あとまあ体重当日体重6 2 7キロでこれまでの戻しでは一番重かったのかなと思うんですがそのあたりのまあ意図と実際動いてみてどうだったかっていうとこうしてください まあ今回はちょっと意図的に、あのー、増やせるだけ増やしてみようというか、まあ、自分の,そのボクシングスキルが落ちない程度に、あのー、どこまでリカバリーができるかというものもちょっと試してみましたけどあの、まあ、その、まあ、体重の作り方も踏まえて今後、やっぱり自分の当日の適正体重というものがどのくらいなのかというのも。 定めていきたいなと思ってます今日の手応えとしては、どうしてやっぱりちょっと重たい感じはありましたうんやっぱり若干重たいかなというのは、少しし感じました、ね、その、いつものスピードとキレが、ちょっと物足りないようにも僕、見えたんですけど、うんうん、自分自身、どうですかまあ、そうですね、まあ、それは多分体重のせいではないかなと思います。うん、原因は ゲインはいどうですかねどうだろう、まあ、ちょっと映像を見返しながら <laughs>、はい、あとまあ2ラウンドに向こうがタックルといいますか体こそあのコーナーまで突っ込んできてねあ、はい、あいうちょっと珍しい行為というか体重差をこう使ったようなあの時実感としてはどうだったんですか あまあ、特に何も思わなかったですね、あのまあ、それであのバッティングとかあれば、また話は違いますけど、いろいろやろうとしてるんだなとまあと、慎吾さんと大橋会長に、まあ今日ちょっと振り返って、感想をお願いしたいですかいや、自分はもう今日すごいあのシャープであの、丁寧に、すごいあの。まあ あの自分がその言ってた通りにあの慎重にやってくれてたんでもともと周りが言ってるほどあの井上家は結構その過小評価してなかったんでやっぱりドヘニーの怖さとかまあ直哉と対戦ってことでどれだけモチベーションでくるのか多分人生かけてくる。 ぐらいでって思ってたんでだからうちなんかはもう本当に用心丁寧に丁寧にっていうのを自分はもう口酸っぱくあの伝えてで直江はその通りしっかりあの戦ってくれたと思ってたんでだから自分はもう本当に満足ですねはいまあ僕も同じでもう全然もう油断なんかもしてないしもう練り以上に僕は警戒してた感じなのでまあ試合もまあ 作戦通り、もう徐々に徐々に徐々にで、もうそろそろ一見に行くラウンドかなと思ったラウンドで、まあ、うん、こコが棄権しちゃったんで、まあ、どへんにが一番どうなるか分かってたと思うんですけど、で、また体重が10キロ以上増えちゃうっていうことは、こういうね、腰痛めた、そういう原因があるんじゃないかなと思いますね。その何キロ増えたとか、ちょっとなんかあんまり意味ないような、 まあ大食い競争してるわけじゃないんでだからあんまりなんかそういうのは意味ないんじゃないかなって思いますリングの上で、まあ、今日自分の出来の悪さもあってドヘニーのうまさ、あ、もあってこういう内容になったというお話ありました34ラウンドが、えー、と判定でちょっと割れている結果になってるんですけどこの34ラウンドっていうのがその試行錯誤をしながら、えー、と次の展開につなげていった、えー その辺のちょっと戦い方とか、えー、と考えてたこととか教えていただいていいいいただでしょうかまあでも正直あの、出来が悪いとは思っていなくてどへ、まあ、ニにほどのキャリアを持つ選手がああいう戦い方をしたら、まあ、ああなってしまうのは仕方ないのかなと思うし、えーまあ、相手あっての,そのボクシングであるのは多分皆さんも分かっていると思うのであの,、まあ、あの相手に。 まあ、自分としては丁寧に最善を尽くせたのかなと思うのでその中で3ラウンド、4ラウンドっていうのは、まあ、ちょっとガードの上を打たせてみたりとかあの自分の中であのどう突破口を開いていこうかなっていうのは、まあ、少し考えましたけど、うんまあ、自分としては多分、皆さんがこう思う結果とは違かったかとは思いますけど、まあ、自分の中ではあの、まあ、そんなに気にはしてないですね。 先ほどもまあ駆け引きをえ大切にしたという中でえ作戦を変えたりしてえ3、4ラウンドにガードの委タックみを見たりというなかなか駆け引きは十分楽しめたあれできたと思うんですけどもそういうボクシングというのは自分の中でどうですか楽しかったみたいなところありますかうんどうですかね、あのまあ、これを言ってしまったら見に来てくれたファンの方に申し訳ないですけど、まあ、やっていて自分としてはやっぱり。 あの本当にこう守備守備に回る選手と戦っていて、あとはあの、体重、相手の、リング上で迎え合った相手の体重として一番、今まで一番重かったと思うんですけども、パンチを打ち込んだ手応えとか、そういうものに関してはどうですか、まあ、手応えは十分ありましたね、はいはえー、重さに関しては、これぐらいの選手とも十分やれるという、フェザー級とか、その上も見据えて。 フェいぎですよちょっと <laughs> まあただあのここからしっかりと自分の体も作っていってまあ視野に入れていくことはできるのかなっていうのはその一つえ財産というかになった試合かなとはいう感じですかまあそうですねあのまあそういう試合にはなったかなと思いますありがとうございますドのの陣営の方では6ラウンドに腰を こう痛めたという話がありましたけれども、異常を察知したのって、7ラウンドに入ってからですかそうですね、まあ、まああのままのリアクションを自分は受け止めましたねあの,時あのまあドヘネ選手が腰を痛めてこういうふうにしたとって、率直にどんな心境だったでしょうか。うんどうですかかかね心境なかなかない まあそうですね、自分としてはあの自分が理想としていた終わり方ではないのであの、まあ、多分、あのまあ、多分というか、まあ、見に来てくれたファンの方もやっぱそうだったと思うんであので、まあ、ちょっと中途半端な終わり方になってしまったなとは思いました、ね、ありがとうございます。<laughs>